闘技の魅力が全て詰まったいい大会だったなと思っています。I think it was a very good event. But when I noticed it was past 11 p.m., I've been doing good events as a promoter, and I feel that I still have many, many things that I need to experience through.I don't want to throw away that word.And I also appreciate and respect Floyd Mayweather for coming on board this adventure. And also Cy Games, DMM, Shonen Athletic, and Fuji TV, Gyao, and all the medias who have come here.And plus all the fans, I appreciate all your support. The subtitle today was Miracle. So this will be is a miracle, but also will be a stepping stone to the next stage. And we had first title match for Ryzen, the women's title.圧倒的に浜崎選手有利の下馬評通りのですね結果にはなりましたが、やっぱり朝倉彼女ですね成長も十分見て取れるものでしたので、まあこの後この試合が名勝負数えたのようになってですね、リマッチそしてまた3回目4回目と朝倉彼女がどこまで浜崎に追いつけ追い越せできるのか、一つのテーマがあるんだ。This is between Hamasaki and for the match, Horiguchi and Darren Caldwell. I'd like to say thank you to Scott Hall of Bellator for his big decision made. These two organizations come together.そこには大きなリスクが伴うですけれども、まあ、それが本当にリスクなのか、リスクを取らなければ何か生まれないんですね。これはスポットとも試合できているという部分で、やるんであれば中途半端やめようというところのキックオフが、まあ、素晴らしい形で、
切れたと。So、I think、終わった後にそう話しますけども、great match. まあ、あの、もうすでに彼を悔しそうですから、あの、コートでは、やっぱりリーグに慣れてないという、ね、ところもあったと思いますし、まあ、景気で戦えばまた全然違う展開にもなると思いますし、まあ、ベラトンでのポリニスとコールドの今地、これで座禅見たくなるなというふうには、あのまず皆さんもですね、思っていただけたんじゃないかと思いますが、これが積極的にですね、あの堀口教授だけの一人のチャレンジではなくて、ライジンとベラトール2つのプロモーションが全面的にあの選手をあの交流してさせていきますし、最終的には全面対抗戦のような形でですね、まあ、今年の年末にデビューするよねというふうに言ってるのは、ライジン先発とベラトール先発の5対5ですね、みたいな、そんなようなものをこの日本のチームベラトールを招き入れてやらせていただけたらいいなと、そんなふうにも思ってます。またあの今日もあの少し、他のメディアの中でも話をさせていただいたんですが、スコットとは、まあ、あの今年どこかで合同興行で日本と、アメリカの何もかもたくさん考えてもらえるアメリカの人としてはハワイに行きますが、ハワイ大会なのか日本のことも今考えています。まあ、いずれにしてもあの本当に素晴らしいタイトルマッチになりましたし、まあ、我々からするとこのホームの堀口教授がああいう形で劇的な勝利を奪ったっていうのは、まあ、来年以降にですね、また堀口選手を中心としたこうバンタム級がですね、活気づくなっていうことで少し苦しく思っておりますが、まあ、これからも積極的に他のベラトール以外の世界のプロモーションのトップアスリート、トップのチャンピオンですね、招いて堀口選手とベルトをかけたタイトルショットとかも進めていくのかなと思っています。それと、まあ、あの他のカードも含めてですね、あの一人のこう魅力、本当に残酷さというか、本当に現実を突きつけられるメイウェザーの試合も、堀口の試合も、あの、まあ、そういう意味では、最初に僕、このカードを組ませてもらうときに、何より身を取ったというふうにお伝えしたことを覚えていただいているかどうかは分からないですけど、エキシビションだとかっていう言葉に踊らされることなく、3分3ラウンドは真剣に戦える。戦う時間を手に入れているのが今回の契約だったので、それはまあ、ある意味その現実が今日突きつけられた、それをまあ記者の皆さんがどう捉えるか、見た目にあのファンの皆さんがどう捉えるか、あのそれはあのそれ人それぞれだと思いますけども、うん、あのエキシビションだからぬるいものになるとかそういうものではなく、それそのものは圧倒的なドラマというか魅力が詰まった一ラウンド持たなかったですけども、まあ、他のカードのことも触れるとですね、1時間ぐらいになっちゃいますんで、まあ、あとは記者の皆さんのご質問に次カードごとにお答えをすることなので、ご質問があればお聞きしたいなと思います。